お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。コメント全部読ませていただいています。はい。それで今日はおとといに引き続き極真連合会の S さん VS まっちゃん直樹の話をしたいと思います。おとといはまっちゃんと直樹がS さんの関係者を殴って、S さんに電話をかけて、手をかけましたと、すいませんと。そしたら S さんが、明日東京に行くと。だから体を開けておいてくれと。それでまっちゃんが、わかりましたと。いうことで電話を切った。そこで終わってるんですけどね。それで、まっちゃんは、これはちょっと、喧嘩になるかわからんなと。でも、まあ、しょうがないやろうと。役出せて、肩切の人間にあくまでものを言われて、携帯のアンテナで頭コン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 されて、辛抱できんやろと。もうしゃあないと。まあそういうふうに思ってたらしいんですよ。それで、次の日、極真連合会の S さんから、まっちゃんに電話が入って、何時に、どこどこの T ラウンジ、まあホテルのね、T ラウンジで待ち合わせやと。まあそういう電話が入ったらしいんですよ。それで、まっちゃんが直樹に、何時に、どこどこホテルのキーラウンジで、S さんの待ち合わせになったと。これは、喧嘩になるかもわからんから、お前も腹をくくっといてくれよと。絶対に引く気はないから、お前も腹くくれよと。まあ、こういうことを言ったらしいんですよ。で、直樹も、わかりましたと。それで、何時に俺を迎えに来いと。まあ、そう言って電話を切ったらしいんですよ。それで、まっちゃんを直樹が迎えに来たらしいんですよ。約束の時間にね。そしたら、直樹が頭を丸めてたらしいんですよ。それでまっちゃんが、お前なんでそんなことするんやと。お前何も悪いことしないやろと。仕方ないことで手かけとんねんと。なんでそんなことしとんねんと。かっこの悪いと。まあそんな風にまっちゃんは怒ったらしいんですよ。でも直樹は、いや、そら、兄貴の顔も潰してるし、S さんの関係者の子供が食当たりになったのも自分が連れて行った寿司屋ですねと。だから最低限これだけのけじめはつけやならダメだなと思いましたと。まあそんなことを言ったらしいんですよ。でまっちゃんはアホやのと、そんなことせんでええのにと。まあそんなことを言いながらね、二人で向かったらしいんですよ。 S さんが待ってるホテルに。それでTラウンジにまっちゃんと直樹が入っていったら、もう S さんは来てたらしいんですよ。だから怖い顔して、腕組みして、座ってたらしいんですよ。その時に、見たことない二人。全く見たことない二人が、一緒にいたらしいんですよ。S さんと一緒にね。それで、まっちゃんが一応 S さんに、S さんやらいすんませんでしたと。でも、我慢の限界がありませんと。そしたら S さんが、まあええやなと。とりあえず、座れやと。言って、まっちゃんの投げが座ったらしいんですよ。それで、S さんが直樹の頭をじーっと見ながら、直樹、なかなか似合ってるやないかいって言うて、ニヤッと笑ったらしいんですよ。その時直樹は、あ、これは喧嘩になれへんなと、頭丸めてよかったと、直樹はその時そう思ったらしいんですけど、まっちゃんは、この笑い方は、S さん本気で怒ってるなと、そうか、何か悪いことを企んでるなと、まっちゃんは直感で分かったらしいんですよ。S さんと付き合いが古いからね、まっちゃんは。それで S さんが、まっちゃんに、まっちゃんが手をかけた人間、あの人間は、ある大きい会社の二代目のバカボンなんやと。まあ、ある人間から紹介されたと。金で、不良をどうでもできると思ってるんやと。だからわしは、あの人間の金を食うたろうまで、いろんなことを考えてたんやと。いろんな策があったんやと。でもその策が、まっちゃんと直樹が手をかけたことによって、全部潰れたと。わしの計画が丸潰れやと。でもわしは頭が賢いと。だからすぐに違う計画を組み立て直したんやと。でも今回は、まっちゃんも直樹も協力してもらうよと。俺の計画を潰したんだから、二人には協力してもらうよと。まあ、こんな風に言ってきたらしいんですよ。それでまっちゃんが、S さんねと、協力できることと、できへんこととあると。協力できることなら、もちろん協力はさせてもらうと。
でも協力できへんことは何言われても協力しませんよと、はっきりこうパシンチまっちゃんは言ったらしいんですよ。そしたら S さんが、まっちゃん心配するなと、まっちゃんが得意とする話やと、だから大丈夫やと、まあそんな風に言ってきたらしいんですよ。それでまっちゃんがどんな計画ですかと、教えてくれませんかと。そしたら S さんが、今俺とまっちゃんが会って話してることはバカも知ってるんやと、それでここで決裂になったことにすると、バカモンはまっちゃんをやってまえと、殺してしまえと、金は出すと、そんなことを言ってるんやと、だからここで話し合いが決裂になったと。それでまっちゃんサイドがそのバカモンを狙うと言い切って話が終わってると。それで危ないから早く関西に帰ってくれと、新幹線も危ないと、だから車を使ってこの二人をボディーガードにつけると、それで帰ってくれと、まあそういう言い方をすると、そのバカボンにね。その時に直樹に道具を持って弾くふりをしてほしいやと、ほんまに弾いたらあかんぞと。それでこの二人が早く車に乗れと、そう言って車で逃がすと。それで今晩東京でどっかで適当に音鳴らしてくれと、ニュースになるように。それで関西でも音鳴らすからと。それで3、4日したら直樹を血だらけにして死んだふりして写真撮ってくれと、その写真を大阪に送ってほしいんやと、それ見せてやりましたと、それで金あげるからと。それでどうやまっちゃんと、乗ってくれるかと。まっちゃんが大丈夫ですと、それぐらいしますと、それでわしになんぼくれますのと、まっちゃんがそういうふうに言ったらしいんですよ。そしたら S さんが片手パーにしてまっちゃんに見せたらしいんですよ。そしたら S さんって結構とぼけたとこがあるから、それが5万円なんか50万円なんか500万なんか5000万なんかわからないんですよ。それでまっちゃんが5億もくれまんのって、まあそういうふうに冗談っぽく言ったらしいんですよ。そしたら、いや、もっとしたやなと。じゃあなんぼですのと。500やなと。500は渡せると思うと。それでまっちゃんが、わかりました、やりますちゅうて、そこで話が終わったらしいんですよ。そしたら S さんが電話をかけてね、今話したんですけど、決裂で終わりましたと。それで、社長のこと、あのガキだけはどんなことあっても言わせてしまうと。まあそんなになってますねと。だから、ボディーガードつけますから、車でそのまま関西に帰ってくださいと。くれぐれも気をつけてくださいねって、まあこういう電話を入れてるわけなんですよ。それで、直樹に、お前道具持ってなと。とりあえず、ホテルの車乗るときに、道具構えと。で、お前ら二人はなと、すぐに社長の前に立って、かばってるふりして、車に乗せて家族を、そのまま車で走り去れと。まあそういう計画を立てたんですよ、とりあえずね。それで直樹が分かりましたっていうことで、それでホテルで待機して、言われた通りにやったわけなんですよ。だから名演技で終わったらしいんですよ。そこはね、全員名演技で。それでとりあえず関西まで車でそのまま帰って、それでその夜、まあ、まっちゃんサイドの人間が、まあ、あるとこで音を鳴らしたんですよ。パン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 とね。だもちろん、発砲事件がありましたってニュースになったんですよ。それを S さんが、そのバカボンの社長に電話をかけて、今日とりあえず、音を鳴らしましてんと。相手の関係先に。もう全然関係ないとこでしょ。全然関係ないとこで音鳴ってるんですよ。まっちゃんとか全く関係ないとこでね。音鳴らして。それで、まあ、その社長がニュースか何かを見たんでしょうね。発砲事件やとか何かで。で、ほんまやなと。で、朝方、今度 S さんが関西で音鳴らしてるんですよ。で、今度開始で、うちもやられましたと。これ本格的に喧嘩になりますよと。社長はその時に300万か500万か何か S さんに渡したらしいんですよ。で、S さんからまた電話入って、今とりあえず、まあ、300か500か。金入ったと。で、ここからとりあえず、まっちゃんなんぼか先に渡しとこうかと。まっちゃんも、すぐに振り込んでくれと。お金をね。で、次の日、S さんがお金を振り込んできて、それで、直樹を、とりあえず、血だらけにして、写真撮ってくれと。
だから頭ペンキか何か買ってきてね、直樹をもう血だらけにして、で写真撮って現像して、それを送ったらしいんですよ、 S さんの方にね。で2日ぐらいして S さんから上出来やと、最高やとこの写真は。それで S さんが自分も血だらけになってね、帰り血を浴びたようにね、血だらけになって、その社長の家に行って、社長今全部終わりましたと、やることやりましたと、これでいいですかと、そう言って直樹の写真を見したらしいんですよ、直樹が血だらけになってる写真をね。それで社長が、わかりましたと、ありがとうございますと、でもこの人間の兄貴分は大丈夫ですかと、まあ、まっちゃんのことですね。それで S さんが、心配ですか社長と、心配ですと、じゃあこの人間もやってしまいますよということで、次はまっちゃんに血だらけになって写真を送ってくれと。そしたらまっちゃんは、いやそれはさすがに嫌やと、殺された風になるのは嫌やと、それはプライドやと。そしたら S さんが、500万別でまっちゃん200万渡すわと、200万渡すからやってくれと、まあそう言ったらしいんですよ。そしたらまっちゃんが、わかりましたと、S さんの頼みやからやりますって言ってね、200万で死んだふりですよ、直樹みたいに血だらけになってね。で今度またその写真を撮って S さんに送って、あもうまっちゃん100点やと、この写真は100点やと、直樹の利用できてるって言ってね、名演技やって言って、で今度また社長にその写真を見せて、この兄貴分もやりましたと、二人やってしまってるからもう大丈夫です、何の心配もないですって、まあそう言ったらしいんですよ。それで社長からエスタにお金がいくらいったのかは分かんないんですよ、いくらいったか分かんないんですけど、まっちゃんに700万入ったのは間違いないんですよ、それは入ってるんですよ。まっちゃんはそれで借金返しましたからね、いろんなとこに。だからね、まっちゃんと直樹とエスさんとトラブルにはならなかったんですよ、その話でね。うまく金儲けしてまっちゃんにもお金が入ったんですよ。まっちゃんはそこから直樹にももちろんお金を渡しますからね。それで万々歳で終わったはずだったんですよ。でもね、その社長バカボンね、二代目のバカボン、それがあるプラチナのおじさんと付き合いするんですよ。その後ね、S さんはそのバカボンからお金を何回も引っ張ってるわけなんですよ、100万200万単位でね。それである時に、まああるプラチナのおじさん、そのおじさんを人から紹介されて付き合いするんですよ。そっからまたいろんなことが起きるんですよ、この後ね。これは明日番外編という形で喋りたいと思います。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ